秩父鉄道的200系電気機関車は、秩父鉄道に所属する直流用電気機関車である。1964年東京オリンピックの前年、1963年に建設ラッシュでセメント需要が増加したことから、貨物輸送能力強化のため、1000トン90両鉱石貨物列車県引用電気機関車として以下の3両を申請した。 車体は出来百型と同様、中央に乗務員乗降用の貫通扉を設けた3枚、折妻3枚窓構成のつまを備える、全構成、全溶接構造のデッキ付け箱型車体である。もっとも、角張った印象の強かった出来百型とは異なり、グーブなどで丸みが増し、つま左右のつま窓の上下寸法が縮小され、さらに、それらの上に日差しが付加されている。 さらに消度強化のために全焦灯が一灯、増設されて横並びの二灯構成になっており大型の砲弾型に近い形状の頭部に収められて貫通扉上部に半埋め込み構造にて取り付けられているこの全焦灯は当初は白熱電球を使用していたが後に頭部はそのままで電球部分のみシールドビームに交換されている心臓時の車体塗装は 当時の秩父鉄道で標準の茶色い式を基本として裾部に白帯を入れたものであったが、出来500系の収益開始後、順次青を基本に運転台層下部分と、車体裾部に白帯を入れた新塗装に変更されている。基本的な構成は先行形式である出来100系のそれを踏襲する。ただし、本形式においては、コンパクトな50トン級 D 型直流機であるにも、 かかわらず、使用線区に存在する最急勾配4.55、パーミルにて1000トン級列車の引き出しを要求されたことから、列車引き出し時の重心移動に伴う軸重移動と、これによる空転の発生が警戒された。そのため、列車引き出し時における粘着係数27%という条件の達成が求められ、性的な軸重移動補償を可能な限り機械的な、 手段を用いて実施することでこの条件を達成すべく、設計時点での欧米での電気機関車設計の流行を反映し、様々な新設計、新機構が導入されている。主電動機は出来100型に搭載された、日立製作所 HS-277AR を容量増大し出力強化を実現した、日立製作所 HS-277 ドクターを 拡大車に2機ずつ吊り掛け駆動方式にて相加する。波数比は出来100、経出来102、出来106と共通の4.05である。この主電動機出力の増強により、定格引っ張り力は 7700kg から 9440kg への増強が実現している。定格速度は時速 34.9km である。 主制御機の方式そのものは出来100系の非重連、高成かつ手動加速制御による電磁空気単位スイッチ式を踏襲するが、列車引き出し時の出力変動を最小限に抑え、空転を抑止するため、制御ノッチを従来の16段から31段へ多段化している。また、電気的な軸重移動保障のための回路も備える。台車は、 膨大枠構造の揺れ枕付きウィングバネ台車を装着した出来百型とは一変し、後半溶接組み立てによる L 型軸量式という、た例のない野心的な構造のものを装着する。この台車は、各軸箱を L 字型の軸張りの一端で支持し、この軸張りの中央を線路ギリギリまで高さを低くした側量と、ピンで結合して、関節とし、軸箱とは、 反対側の軸両端部を前後の軸箱で向かい合わせに置いてその間にコイルバネを挟むという特徴的かつ簡素な機構を備える。この台車構造により車体と台車の間の牽引力伝達が側張り間の線路面ギリギリの位置に置かれた心皿で行われ、さらに列車引き出し時の重心移動による一台車内での軸重の偏りも前後の軸張り間に 横置きで挟まれたコイルバネを通じて、保証、均等化される。また、こうした軸箱指示機構を採用したことから、空転時に機上面と動輪の間へ三砂するための砂を格納する砂箱は、一般に固定されるべき台車の側量が L 型軸張りよりも内側に位置していて、そこに固定することが難しくなった。そのため、 軸箱の変異に影響されない位置に固定する必要もあったことから砂箱は L 型軸張りの軸箱側先端に各1基ずつ取り付けられている。なお、本形式は完成後に実施された試験の際にレール乾燥状態における最大粘着係数32.8%十分な三叉状態では最大粘着係数39.2%を記録。 計画通り台車設計の改良、工夫のみによって、つまり、機械的軸重移動保障のみによって、設計時点で要求されていた、性能目標を達成した。以上の通り、この台車は、機械的な手法による、静的軸重保障と牽引力伝達位置の引き下げで、重量列車引き出し時などの空転防止を図ることを意図した革新的設計であり、実際にも、 要求性能を達成している。だが、その反面、心皿以下の枕量、側量、軸量、軸箱の各部品の重量がほぼすべて、バネ下重量となるため走行時に軌道に与える、負担が多大で、しかも軸張り間に横置きのコイルバネが挟まっているため、その奥に位置する枕バネや心皿などの保守が、困難、さらに構造上量 脱式踏み面ブレーキの実装が難しいという問題があった。そのためこの台車の方式は以後の本格普及が断念され、本形式3両分で製作が終了している。空気ブレーキとしては、ウェスティングハウスウェアブレーキ車設計の K14 弁を使用する設計当時の日本の電気機関車では、標準的な l 14A 自動空気ブレーキを搭載する。前日の通り、 基礎ブレーキは特殊な軸量式を採用する、台車構造の制約から量、抱き式踏み面ブレーキとすることが難しく、制動力の劣る、片押し、式踏み面ブレーキとされ、ブレーキシリンダーは、各台車軸張りの軸箱上付近に、三左用砂箱は、各軸箱の外側に、それぞれ搭載されている。三義鉄道的203号本形式は新造以来、 七部鉄道の重量鉱石列車牽引の主力として運用された。だが、前述したように、本形式の台車は粘着性能が優秀な反面、保守が面倒で軌動負担が大きいという問題を抱えており、造備車である出来300系及び出来500型では、本形式で試みられた機械的な手法による軸重移動保障が断念された。このような事情から、 秩父鉄道の貨物輸送量の減少した1990年代後半、同社で貨物列車系引用電気機関車に余剰が発生した際には、出来300系及び出来500型と同性のながら問題の多かった本形式が淘汰対象に選ばれた。そのため、出来202、出来203が2000年6月30日付で除籍され、 中部国際空港建設用埋め立て土砂輸送に伴う入れ替え用として参義鉄道に譲渡された。出来201は1996年に出来101が廃車されたため SL パレオエクスプレス用の12計客車と同じ新緑に金色帯の塗装に変更され出来101に代わる2代目のパレオエクスプレス用補助機関車となった。 その後2012年12月には、L、長トロだから登山初モデ号の運転に合わせて、SL パレオエクスプレス用の12軽客車と同じ、クレナイ褐色基調の塗色に塗り替えられ、さらに2020年1月の検査時には、蒸気機関車に揃えて黒単色に塗り替えられたが、デッキが、警戒色となっており、車体色が黒であることを除けば、かつての東武鉄道機に酷似した雰囲気になった。 塗装変更以降は、パレオエクスプレスの広瀬川原熊谷間の牽引が主な用途だが、C58 系故障時やごく稀に設定される多客多用の臨時客車急行では本向きとして運用される。かつては、パレオエクスプレスが運休になる時期に滝と共通運用で貨物列車の牽引もいった。一方、三義鉄道に譲渡された二両は、 秩父鉄道時代の形式称号及び、記号番号及び、図書のまま、2000年7月に竣工した。この2両は、重連装かつ制御装置や ATS を装備していないため、主に三義線東藤原駅にある、太平洋、セメント東藤原工場内の入れ替え用に、使用されていたが、中部国際空港建設用埋め立て土砂輸送の、終了後は、旧車状態になり、 2011年3月31日付で廃車された。三義鉄道でき200系電気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。